うわ、新茶ー、新茶やね、新茶ー。はい、やっと茶刈りできるようになりました。こっからやっとですね。そうですね。昨日、最後の草抜きして、出来上がりました。完成品、はい、元後輩茶園から作られた煎茶ですね。じゃあめっちゃ臭かったらどうする？ショックやな、それは。いや、でも袋越しの匂いはねあとこう手触りも全然いい感じやから、開けましょう。いろいろな。じゃあ、量が量やからガムテープ。そう、50何キロか玉はめあって11キロくらいかな。大会袋は三重構造になってます。はい。紙で包んであって、ビニールで包んであって、紙で包んであって、なんか生産ってか、荒茶はここでくくられてんな、大概。うん、それはやっぱまとめて綺麗に、これ綺麗に折るの苦手。あーさあ、おー、ミルベの匂い、しんちゃんの匂い、袋破ったの。おちょっとおかっかせあ、めっちゃちゃんとしんちゃんの匂いする。完全にやばい人やっぱエラーが多いな。あ、そう、じゃあちょっと、いや、ほんとにしんちゃんの匂いするくない？ちゃんと匂いするちょっと、こっちいいですか、うん、あ、手触りも良いですよ。あ、手触りもいいな、太いし、なんか使ってるやつあるやん。ピンもある。いや、枝が多いって話だったらこんなもんっすよ。ピンもある。ええ匂いや。うん、新茶の香り。お茶市場でよく嗅ぐ香り、うん、平均的なやつ。枝の割にはそんなあれやな。そうね。で、何分4分です、4分です。共同工場にね、行って行ったんで結構後回しにされました。朝買ってたら強めとか言って怒られ、枝多い取れって言われてちびちび取ってリベンジして、まあ後輩チャインでしたからね。鳴らしたけどな。当日に茶の機械が
前日か。うん。ヒポヒポが壊れ。近所のおっちゃんに借り。またヒポヒポ直し動画アップしながら。やっぱ新茶感が強いな。そう、うん。それは良かったですよね。だいぶされてたけど。そうそう、一回買った後に持って行って、帰れって言われて、そうそう、帰って、ね、濡れてるのと枝を取らなあかんのとで帰って、多分半日は行ってへんけど、それなりにちょっと常温で保管され、ね、コンテナ入れてだいぶ傘減っており、うん、丸一日以上はコンテナで保管されてたから一応してるかと思いきや、そうでもないと、はい、綺麗な色、うん、まあ気に入ってないな。でも思ってた以上に緑がかってる黄色やな。もっと黄色かと思ったな、うん、赤黄色かと思ったな。どうでしょうか、香りは何やろ、水が悪かったかな。4分やんな、うん、え、普通に美味しいねんけど。ほんまや、うわ、新茶、新茶やね、新茶、え、普通に美味しい。苦味はないですね。え、熱湯やったやんな、熱湯やった、え、普通に美味しいんやけど。ちょっと葉っぱ多めで80度で出そうか、急須で、うん、どう思います、どうしましょう。非常にあっさりとした。の、爽快で飲みやすい。え、煎茶置いといたら美味しになるんちゃうこれ。うん。え、うん、うまいな。葉っぱかじった時めっちゃ苦かったのにな。うん、まあ、香りには出てへんけど、やっぱりそれなりに胃腸はして苦味が。ああ、胃腸してるのかな。共同工場の人ありがとうやな。まあ。結果的には別に深蒸しって感じも全然ないし、そうそう、深蒸しだったらどうしようかと思って、ね、そう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 、ちゃんと太い太いお茶になってる。これ結構あれじゃないですかね、線が効くというか、何線でも、うん、うん、枝の味も、うん、そんなない、うん、ちょっと冷めたやつも気になるけどな、そのまま置いてたら、香りがちょっと弱いな。でもいやいや、弱いかな、ヤブキタの新茶やわ。じゃあしてるやん、香り完全にヤブキタの新茶やわ。え、でも香りはちょっと弱い。ああ、元の茶葉も、まあでも飲みやすいですよ。うん、味がしないってこともないですし、むしろ苦味がなく、おう、ガラはめっちゃ苦い。あ、へえ。めっちゃってわけじゃないけど、めっちゃってわけじゃない、ファーストタッチが苦い。飲みはゆるく、では急須で、はい、あ、じゃあ博士、さっきから鼻息でも飛ばしてました、うん、11はやばいやろ、スイ、はい、さっきのが苦味が出て、実は苦味が出た結果旨味とかを打ち消し合って、あ、こんな味っていう結果としたら、この普通に入れたのがとても美味しくなるとようですね。ゆっくり注ぎますかね、はい、でもやっぱ開きはそんな早くないから、ちゃんとやってくれてはったんじゃないかな、うん、あ、色はちゃんと出てる、割と緑になるな、あ、でも薄いか、そうはないか、あ、香り結構匂い立ってますよ、あ、いいですね、綺麗な山吹色じゃん、うん、さすがバリロジ、いいですね、やっぱ煎茶は壊るべきよな、あ、いいですね、香り
ちょっと福岡寄りの新茶ですね。せやな、新茶の割にゆっくり感の。でもなんかもっと癖あるかなと思ったけど、ないな。フィニッシュもやったやし、こんな感じです。ちゃんと文字も置いてます。おー、うまい。あ、うまい、うまいわ。ほんのりうまみ。うん、苦味もいやらしくない。うん、全然苦ないな。うん、え、でもちゃんと煎茶としてはあるで。うん、あるけど、え、どうなってんねやろ。あの、あそこから取れたお茶とは思えへん味じゃない。有機栽培の煎茶みたいな感じ、うん、まあ実際そうやしね。ほぼ、まあまあ、え、うまっ。さあさあ、案外2煎目の方が美味しかったりするからね、新茶は。そもそもあんま好きちゃうの。だそうです。やぶきたの新茶とか買わん。でも意外と京都では多いんですよね、新茶嫌いなお茶関係者の方って。あ、おいおい。てかもうなんか、この新茶のミール麺の香り、もうなんか、ってなるよ。いや、でも好きやけどな、新茶。え、全然出てるで。なあ、これは、きっと2煎目の方が美味しいと私は期待してるんですけど、2煎目の方が。水が新茶、これ、水だし。最近めっちゃ作ってるもんな、水だし。マジでこれ、ひいき目なしで美味しい。うん、これはうまいわ。行った先でこれ出てきたら、あ、まあまあ美味しいの出さはるなっていう、うん、さあさあ2戦目でもなってこの色ですよ、この色。ほら2戦目は出てるかもしれん説。うん、あ、変わらんね、あんま。うん、旨味がちょっと減ったぐらい。うん、おー、でもブラインドテストしたらこれ分からんでたし、1戦目2戦目。いや、分かる、分かるか、気には分かるし、旨味が減っている。うん、そこの折りもそんなに変な色でもないし、ちょっと赤いけどな。うん、うん、いいんじゃないですかね。熟成したら持ってこないですか。うん、そう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 、まだちょっとな、個人的にはちょっと控えていたいけど、ちょっと何やろうな、よ、なんていうんやろ、無難、めっちゃ無難なお茶やんな、なんか。うん、いやでもこれきっとあれやで、あのちゃんと長さ揃えて空気も取ったらもうちょっと味出る、味香り出て美味しいで、ただでさえうまいんやから。11キロしかない、せやな。これはあげれるわ、人に。うん、これは全然胸を張ってあげれますよ。ということで、後味もいいし、こう入っちゃうのお茶1年目煎茶大成功。次柳茶ですね。これはでも柳茶期待できるよ。うん、終わり、ありがとうございました。うん、もうちょい癖欲しいわ。マジで無難なお茶とかに、普通に市場やったらいい感じやと思うで、これ。